新型コロナウイルスについて県と奈良市はきょう2人の死亡と新たに2857人の感染が確認されたと発表しましたきょう発表された新規感染者の数は2857人で前の週の同じ曜日を上回っています居住地別では奈良市が747人柏原市が265人 生駒市が二百五十七人などです。年代別では、四十代が四百五十人で最も多く。次いで三十代が三百九十六人などです。現在の感染者の数は五万六十八人で。このうち重症は昨日よりも一人増えて十五人です。また、奈良市の七十代の男性と大淀町の九十代の女性の死亡が発表され。